ハインリヒクーデンホーフカレルギーと妻の青山光子ハインリヒクーデンホーフカレルギーは、オーストリアハンガリー帝国の外交官、伯爵オーストリア貴族のフランツカール・クーデンホーフと、ポーランド貴族のマリー・カレルギーの間に、クーデンホーフ家の長男として生まれる。クーデンホーフは、ギリシャ大使などを経て、1892年2月29日に代理講師として、 明治時代の日本の東京に着任。乗っていた馬が凍った道で転んで落馬し、当時18歳の日本人女性青山光に助けられたことがきっかけで、同年3月16日に彼女と結婚し、東京で1893年9月16日長男予判、1894年に次男、リヒャルトの西を設ける。リヒャルトは長鶴に及んで、 欧州統合を提唱し、欧州連合の理念の先駆者となった。1896年にオーストリア・ハンガリー、帝国帰国後は、父の死により、外交官のキャリアを諦め、空伝法府家の家督を相続する。伝統や格式を重んじる家族から白眼視される、密をかばい、密子を侮辱する者とは、決闘をするというほどであった。これはかつて、 ハインリヒクーデンホーフがマリーという平民の女性と恋に落ち、妊娠するに至ったが結婚に反対され、マリーが自殺してしまったという悲しい過去が影響していると言われる。帰国後、講師との間にさらに腰死を設ける。父母の死後1903年より、自身のクーデンホーフ生と妻の青山生ではなく父母の生を合わせたクーデンホーフカレルギーの複合生を用いた。 バッシュとなるカルルが生まれたのは、この頃である。ハインリヒクエデンホーフカレルギーは1906年に、心臓発作で急性した。書くようにして、遺言により、講師が家督を一括して相続した。次男リヒャルトが誕生して間もない1894年11月24日、東京音楽学校総学堂で、在日外国人を中心として、赤十字の事前コンサートが開かれ、 そのメインプログラムとして、シャルル・グノーの歌劇、ファウストより、第一幕が抜粋上演された。この公演で、メフィストフェネスを歌ったのがハインリヒであり、ファウスト役は、ブラッチャリーニというイタリア大使館員であった。還元楽は、区内省画学,学部、四季は、フランツ・エッケルトで、ハインリヒはドイツ語で、ブラッチャリーニはイタリア語で、それぞれの役を歌った。 満足な装置もなく大きな見せ場もない幕ではあるものの、観客は十分に満足し、折から旅順口の戦い戦勝の知らせも届いたこともあって、募金活動の成果は上々に終わり、1500円近い金額が赤十字に寄付されたという。ハイン・リギランが出演したファウスト大一幕の公演こそが日本で初めてのオペラ公演とみなされており、11月24日は、 オペラの日に制定されている。ありがとうございます。